皆さんこんにちは、ガジログです。ファーウェイのアップギャラリーというアプリがあるんですが、これは Google Play Store からはダウンロードすることはできません。ではどうやってダウンロードするかということなんですが、まず可能であれば Google Chrome などのブラウザを開いていただく形になります。そして検索でですね、ファーウェイアップギャラリー、そうしますとですね、このように検索結果が出てきます。ここですね、ファーウェイアップギャラリーファーウェイ日本って書いてありますので、ここをタップします。はい、出てきました。そうしましたら、このアップギャラリーをインストールっていうところがありますので、ここをタップします。そうしましたら、ここの URL をねタップします。インストールできますよと書いてあります。このようにね、クッキーどうしますかっていうふうにね、今こういった案内が出てきますけど、とりあえずここバッテンを押して消していただければと思います。そうしましたら、ここにねインストールというのが出てきましたので、ここをタップします。ここをさらにインストールをタップします。 Android の場合はこういった案内が出てしまいますが、続行します。ダウンロードを続行。ダウンロード完了しましたよってありますので、開きます。このアプリをインストールしますかとありますので、インストールします。アプリをインストールしましたと出てきましたので、今度は開きます。電話発信管理許可、こういったものも出てきますので、許可をしていきます。はい、ではこのようにね、アプリをインストールすることができましたので、今度はここの検索窓がありますので、ここでファーウェイヘルスケアを検索します。ファーウェイヘルスケア、はい、出てきました。ファーウェイヘルスケアをここからダウンロードしていただく形になります。で、私はもうインストールされていますので、すいませんがもう開くになっていますが、まだされていない方に関してはインストールというふうに出てくると思いますので、インストールの方をお願いいたします。で、続けてですね、2番目に HMS コアっていうのも出てきますので、これも同時にインストールしなければならない案内が出てくるかと思いますので、案内に従ってインストールの方をお願いいたします。ではファーウェイヘルスケアが無事にインストールされたということで、続きを行っていきたいと思いますが、ファーウェイの ID を作っていないともちろん使うことができませんので、ファーウェイの ID を作成してください。ファーウェイ ID をあらかじめ取得していただいている方は、この後続けていくことができます。ファーウェイ ID を取得していただきましたら、ログインしていただく形になります。その上で初めてペアリングすることができます。